Good. ジグザグ街の街並みに心乱されて、ジグザグ隣にリズムもつかめない、始まりは陽水拓郎だったんですけど、フリードというグループに、心を打たれまして、結構、その後フリードが解散して、ボーカルの金崎義太郎っていう、人に、結構登り込みまして、ライブハウスを転々と、都内とか、関東圏は、結構当時はまだカセットのこんなちっちゃいやつでね、登録をして盗み撮りをしてうち、に帰って歌詞を起こして、コードを起こして、やってた時期がありました。今日はなんか虫の知らせですかね、今日はそれを今日はあとここから3曲やるんですけど、やろうと思ってたら太田が見るがまあ古いの時代の曲だから、じゃないから、おたがみどろ、おたがみどろしつこい知らないけど、まあそんな気持ちは
にも忘れられパッとつかの間近って夜のニュースで名を上げた。一緒ですけれども、僕にとってはすごいびっくりで、本当にオレンジに来て、エレキギターを弾いて、いろんなごっこをやったんだよね。こういう蛍光灯のこの紐があるでしょ、そこをマイクに向けてね、から地味編ごっこがすごい。覚えてないですね。ブルーヘイズだよね。まあ、とにかく、いろんな洋楽を教えてもらい、で、そのライブを初めて、まあ、高校時代放送昇格室でね、ペロペロがやってたんですけど、太田が見ると初めてフルイドをやった時に人前でキナコを出した感覚が今でも、それがある意味今にも続いているということになります。まあ、本当に尽き話は尽きないというかもしれないですけど、ではいきます。愛すべき人、愛せず、たるべき時に
げた命空回り時の速さに振り切られ秋空の下赤く染まってまるで影を引き捨て貴様の影で住むまで山のてっぺんで火を見たかいまるで言えなきのララバイ1曲目、あ、2曲目ですか。いやね、ほんとねギターを始めた時は画期的なもんだよね。小田が見ましたなんてね、カポタスとギター持ってなかったか、ゴムがすぐ伸びちゃう。あれはね、鈴木敏夫だよ。知ってる鈴木敏夫だ。吉沢文子と結婚しやがってすいません、ローカルネタで。ちょっと言いますけど、うちゃんがしゃ、F を押さえてくれるもんがっからっつって、ね、F じゃんっつって、全然違うじゃんって感じですけど、まあ、はしょりますが、では、金田義太郎カバーコーナー、最後の曲です。
週前すらして大人に早変わりできろ放たれ子供の自由バカはバカのまま見てみろ I'm sorry I'm sorry Boys and girls 卒業式の前夜学校中の You. 上げられ指って我先に特徴悪く Okay, okay 学校出て社会へ出て大人になって手に入れるのは年末ジャンボ宝くじで夢見る自由どうやられ奴隷になって生き延びるだけのフリー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 ごめんねごめんね君たちを思い込ませてしまってごめんねごめんねだっておめえらしょろいんだもん見てんだ坊さん21世紀のガキどもに回しておけばいいって思ったってさ I'm sorry I'm まあ本人の前で歌っても恥ずかしくねえぐらいのクオリティかと俺はうぬぼれちゃいますがシーンとしちゃって、まあね、どうですかさあここで寄ってみようかでは、1曲目は僕のオリジナルで次は、オリジナルでワンちゃんの曲を歌います、ワンちゃんと暮らしてる人ワンちゃんと暮らしてますまあ、俺も老後は絶対ワンちゃんと暮らすんだそれも芝居とね疾風のごとく
ね。きっときっと風を切って走り回るために生まれてきたんだね。君の目にこの街や人はどう映るのかな。もしかしてことの本質が見えちゃってるのかな。狼の血で騒ぐのかな。僕らも君らのように平和的にマーキングできたらな。君は花がいいからこの街は暮らしにくいかな。もしかしていい匂い仕方がないようにもできるのかな。想像しかな。もしかして好きな音しか聞かないようにもできるのかな。物いっぱい託してんだろう。僕らは何が大事なのかわからなくなってきてる。さあ教えてくれよ、何が一番大事なの。どこを掘り当てたらいいの。どこに託しとけばいいの。Yeah.